こんばんは。こんばんは。はい。ということでもう4月。4月になりましたね。暖かく桜がね、うん、もう咲いてきましてやん、ね、して咲いてきましたやんって。っていうかもう早っ早っ。3月のだから終わりぐらいから。うんうん。で今年暖かかったじゃないですか。ね。だからやっぱ散っちゃいそうですよね。ね。散るじゃないですか。で、まあ、だけどなんかいろいろとあって、うん、その何ですかこの桜を見る会も、うん、ああ確かに今はね、行けないじゃないですか。行ってもだって屋台出てませんよ。おもろないもん。ね。ね。怖いですよね。大丈夫ですか日本？あでも日本大丈夫か。日本は多分大丈夫。屋台がないだけ、うん。だから桜とかなんかそういうイベントがないのが寂しいね。ね。まあ集まるとね、うん、怖いですもんね。あれどうなんですかね、あのほら。先月来ていただいたその神楽の中目黒の、うん、そうそう中目黒のあの桜って綺麗じゃないですか。ね、綺麗な。実は、うん、あの神楽は今なんだっけ、ウーパーイーツ、ウーパー繁盛っていうんですかね。そうなの、うん、もう大変で、オーダーがすごくて、うん、なんか食べに行ったら食べに行けんのかな。食べに行けますし、うん、もうオーダーが忙しくて大変。うわ、てんてこもんやね。また行かないと。また行かないと思うんですよ。また、じゃあ、またバイトとかなんか、はい、もしかして雇ってらっしゃるのかもわかんないですよ。そうですね。美味しいやつまたあるから。確かに。で、今日もなんか美味しいお話がいっぱい聞けるという。はい。ある意味。そうですね。はい。ということで、30分間お付き合いください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということでね、始まりましたけども、早速、実はですね、ニックさん、うんうん、今日は3名のゲストを呼んでしまって、にぎやかでいいじゃないですか。さんなんです。はい、いや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 、なぜ3名かというと、3人とも俳優ですね、まあ、映画に出ていたり、いや、ちょっと待ってください、4人じゃないですか、忘れてません？あれ？ニックさんも出てましたっけ？出てますよ。え、そうでしたっけ？こう、夢の中で。あ、そっか。何やねん。納得した。納得した。した何やそれ。まあ、その3人出してよ、俺も。まあね、そうだね。うんうん、そうだよ。そう、3人とも、うん、まあ、活躍してる、はい、アクション界で、おう、はい、いろいろ活躍してる3人をお呼びしちゃって、はい、1名は、うん、スウェーデン人の、ほう、はい、ヨハンさんという方なんですが、はいはいはい、まあ、一人一人今紹介していこうかなって思ってるんですけど、はいはい、じゃあまずヨハンさん、はい、ヨハンさんは中国映画俳優でスウェーデン人ですよね。はい、そうです、はい、実は英語を喋った方がいいんですが、まあ、ヨハンさん日本語も、うん、少し日本語でも英語 OK、 ね、英語 OK ですよね。で今お話を聞いたところ1年に2回ぐらい日本にいらっしゃってるという、まあ、日本大好き、うん、アクションスター止まっとるやん、止まっとるやん、ノンノンノン。でもなんかレジスタンスというカンヌ映画祭でノミネートされた映画に、うん、ドイツ将軍役で出られていたり、うん、すごい、そう、すごいんですよ。あとラストカンフーモンクという映画でもロシアンマフィアのボスの役をやられて、うん、大丈夫？打たれへん俺。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫かな。うん、でももう本当背も大きくて、うん、目がこうブルーで、うんうん、素敵な俳優さんです。ありがとうございます、はい。僕は言っときます。ありがとうございます。そうなんです。でちょうどね日本にいらっしゃっていたので、うん、ね、良かったですよね。はい。へえ。ね。日本大好きなんですかね。日本大好き、はい。OK ですか、英語ですか。Oh, okay. 英語でも何でも。Yes, I like. No. I like Japan very much because、since I was a small child,、I watched Japanese movies.、Mm-hmm. I also liked Japanese culture and food, and、also fascinated by the ninja stories from Japan.、Mm-hmm. One of the movies I like is.Shinobi no Mono. It's an old movie, but it's very great. But the reason I came to China is because a Chinese director asked me if I want to do professional movies in China. And I said yes. And then I started my debut film, It's The Last Kung Fu Monk, where I was like 25 years old only.Now it's 10 years ago, but、
It was the first time I made a movie, and then I continued with the Cannes Film Festival nominated movie Resistance. And then I continued with Televidrama, with many Televidrama from China. So, but my big dream has come to Japan and make movies in Japan. So that's my big 夢. はい。まあ、あのヨハンさんは、うん、まあ、小さい頃から、まあ、日本の、まあ、文化や食事が好き で、うんうん、で25歳で、まあ、中国の、まあ、監督さんに、まあ、スカウトをされてレジスタンスという映画に出て、うんうん、で、まあ、その後も中国の、まあ、ドラマとか、うん、まあ、出て、はいはい、で夢は日本で映画を撮りたいみたいな。あ、撮りたいどうだね、はい、おー、すごい。まあ、でも本当に日本のね、うん、アニメとか映画とかね、はいはいはい、まあ、彼は忍者が好きっておっしゃってましたけど、うん、本当にね、いいカルチャーがありますよね。そうですよね、そういうのいっぱいありますからね、はい、うん、まあ、その時にはね、ぜひあの、まあ、ここにね、まあ、ちょっとアクターみたいなのがねいるので、ぜひぜひなんか笑いも、ね、出てますけど、ぜひあの使っていただければ、本当にすぐドロンとしますよ。そうですね。なんで、まあ、ヨハンさんは中国映画で、まあ、ちょくちょく出てるんですが、まあ、日本でもね、うん、これからね、ね、どんどんね、活躍してほしいですね。撮るっていうのは監督とかそっちの方じゃないですか。出るっていうのももちろんそうでしょうけど、うん、撮られたら、そうですね。はい。確かに。なんか面白そうなのができそうじゃないですか。ね。なんか、忍者というか、そういう昔の、うん、なんでしょうね、日本の、例えば、その忍びとかいうのも出てましたので、うんうん、だからそういうちょっとなんか面白い映画が、そうですね、なんかできれば、ね、スウェーデン人が撮る日本の映画みたいな、そう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 、違うじゃないですか、やっぱ日本人が撮るのと、ね、やっぱ外から見た日本の、うん、だからなんていうんですか、日本の良さって日本人ってあんまりなんか分からないところってないですか。なんかそんなの聞いたことあるんですよ。そうそう、日本にいるからこそ分からない。そう、外国の方の方が日本の文化をね、伝統をこうよく知って、そうそうそう、深く知り、でそこが本当は日本でいいところなのにもかかわらず、日本人はそこに気づいてないとか、ね、あまりにも身近にあって気づいてない、ね、そう、普通でありすぎてっていう、そう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 、でこんなすごい素晴らしいところあるのにっていうのも ね、 ね、なんか聞いたことあるので、そうですよね、はあ、だからそういう観点でね、なんかその日本を見られるっていうのがなんかすごくいいなと思います、はあ、ですね。そしてそして次、ほいほい、次にご紹介する次にもう3名もいるのでね。なるほどなるほど、ゲストの方がね、あの渡里博さん、はい、渡里さんは JAC ジャックことジャパンアクションクラブに入団し、うん、トレーニングをされて、シャリバンでデビューをされて、宇宙刑事ね、宇宙刑事そう、はい、それでデビューをされて、まあ、本当にたくさん の、 あの映画やドラマやもう舞台や舞台ももう出てるので、はい、もうどれを紹介していいかわからないんですけれども、うん、全部紹介してくださいはしょったねまあね、はい、ゼブラーマーに出ていたりね、そうですね、はい、ですよね、はい、あとミス・サイゴンとか ね、 そうですね、舞台にもね、海外の舞台とかスターライトエクスプレスとかそれをやらさせていただいて、はい、はい、やってきております。そうなんですよ、はい、舞台ってなん どうなんですか。やっぱりその舞台ってマイクとかって遠くの方に置いてありますよね。いや、まあ、頭の中に髪の毛の中にこう仕込んで、そうなんですね、はい、言うとこの辺からよくよく見るとみんな額の上にこうポツンとね、 あるんですか。あるんです。初めて知った。すごい、ここでもう全部、あ、開うんですね。声は全部開くっていう、額の上にありますね。髪の毛の生え際とかその辺にゴムに巻きつけて、それで頭にはめて髪の毛で隠すという感じでやってますよ。あ、すごい、知らなかったですなんで、でも渡里さんもともと声量があるんですよね、うん、だから舞台見に行った時も、うん、なんかすっごい大きい声で喋ってるなと思ってたんで一応ね、舞台は ね、 そうですよね、そう、一番後ろの、ね、お客さんにも聞かせなきゃいけない、うん、そうそうそう、見せなきゃいけないと思います、ね、はいはい、オーバーアクションで、あ、そういうもんですよね。そうですね、へえ、しかもお客さんはね、高いお金を払ってS 席をこう買われてその前の方に ね、 そ、 うそれはもうね、近いところで見てるから、それなりのやっぱ、まあ、こう芝居が見られるわけですけど、はい、まあね、奥のなんか B 席とか B 席の次の B 席とか A 席の一番後ろの方の人見えないじゃんと思ったら嫌だと思うんで、やっぱ声だけでも
見せると、まあ、声だけじゃなくても体もアクションもすごく、はい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 、そうですよね。もう全部その B 席のお客さんに見せようと思ってやってますから。いやすごい、はい、確かにほんまもんですやんね、うん、そうしないとやっぱね届かないと思いますから。あなんか前に、うん、映画はすごいこう大画面に映るから、うん、ちょっとした動きもなんだろうゆっくりやらなくちゃいけないけど、舞台はもうオーバーにオーバーにやらなくちゃいけないから、うんそうですよね、映画と舞台が重なると思う、うん、わけが分からなくなるってなんかおっしゃってる俳優さんがいて、ね、そうそう、ね、大変な世界だなと思ってるんですけどね。そうそう大変な世界なんかそこにいたんちゃうのなあちょっとえ私はいないですよ。え映画にもちょっとだけね。いやあれは本当にまあねケリーのねあーね日本語の先生やっててちょろっとちょっとちょろっとね出てないけどね画面に映ってないけどねどこに出てんのか一色も最初から最後まで見たけど出てへんやんけとかまでびっくりしたあれ出てるんですよ。いやいや最後にねそうそう映画のタイトルとか言っちゃっていいんですか。あもう全然全然あの冷静冷静と情熱の間っていう、はいはい、ね普通っていうそういう冷静と情熱の間って普通じゃん。普通やんですよ、ね、普通に出てます普通に出てる映画ですよ ね, そ, ねそれにね名前も出ててテロップも出てたじゃないですか。出てた出てたってとにかく映りたくないって言ってて、ね、監督さんに、ね、で最後の最後にぼかしてくれって言ってあ何の役であれ何の役だったっけ秘書役秘書課のカナ、ね、ですよ ね, ね一番最後にだってカーンって姿うわ見えへんぞみたいなね、うん、出てましたけど、ね、そうなんです見てましたよ。いい映画でしたよ、ね、いい映画ですよ、ケリーちゃんさんとか ねケリーはねいい子ですからね。竹野内そう竹野内さんですあと誰だっけユースケサンタマリアさんとか ね, ね、うん、すごい面白かった、うん、結構あ篠原涼子も出てましたよ ね, 出 て, たね出てましたよね。椎名桔平さんも出てました。あはい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 もうなんか結構なすごいメンバー、ね、いいメンバーですよ ね, ね出てまして見てて、ね、舞台はやってなかった。舞台はもう絶対嫌です絶対嫌です。仕方ないな本当にセリフ出てこない勝手に作っちゃうもんねセリフは。そう本当にそうそんなみんなやってますよ、ね、あそんなもんなんですか。割とあだけどもそう飛ぶこともありますよね。だけど流れがあればなんとなくこう、ね、見てる側に戻ってくる場合もあれば戻ってこない場合もありますよ。あそうですよね戻ってこない場合はうちの、ラジオですね、うんそうですかね、行ったまま戻らないですか、ま、そんなもんですからねやばいやばいどこ行ったのみたいな、まあ、そういうのもありじゃないですか、ねね、そしてもう一方お、ちょっとそれは後半の方にあそっかできれば確かに後半で、はいはい、お願いいたします。お楽しみに、はい、FMGということでね、うん、また後半になりましたけども、はい、もう一方そうなんですよ、はい、清水和也さんといって、うん、私はずっとダイナさんって呼んでるんですね。あほうそれはと言いますとウルトラマンダイナに、うんまあ、入ってずっとアクションをされていた方 で、まあ、ダイナの中に入ってた。そうなんです。だからもうがたいもいいですけど、うんまあ、背も高くて、はいまあ、ガーって動くんでしょうね。ガーって動くアクションですからね。ガーって動きますけどね。そうなんですよ。で清水さんは、うん倉田アクションクラブで、はいまあ、トレーニングをされていて、うんまあ、それでウルトラマンダイナーやガイアのライバルのアグルに入って、うんまあ、アクションをされて、やっぱだからその中に入っていらっしゃる方っていうのは大体やっぱアクションをされてる方が多いってことですね。そうですね。だから要はテレビに出てる方たちは、うんまあ、動けないんだけど、うんまあ、ダイナさんたちが、まあ、ガーって動いて、ダイナさんがガーガーガーって動いておーかっこいいっていう。あそうかそうそういうことですよね。そうそうそうあはい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 。だから子供たちはまあねその変身した人がそこにいるもんやと思ってるからね。そう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 。ね、でも実はもうねちゃんと中に入ってる人がいる。トレーニングガンガンにこう積んだプロの方たちが動いてらっしゃるってことですね。へえ。わ
これいつ喋っていいの？そうそうそう、確かに。だからいつだろう、ミカちゃん。俺いつ喋っていいの？紹介で終わりそうな感じ。喋ってしまったわ。いやもう後半始まったばっかりですからね。そう、まだまだ。そうなんですよ。もうあんたら二人だけの話で終わりそうやった。終わりそうでしたね。何も振ってくれへんし、こっち。挨拶できへん。どうも清水和也です。あ、どうもどうも。確かに。確かにじゃない。喋りたってしょうがなかったもん、こっちは。確かに。だからいつ、そう、いつ、ミカちゃんが行くんかなと思ったけど、全然行かへんから。そうなんですよ。どないしようかな。いや、もう本当に、間違えちゃいけないと思って。あ、そうか、それだけ、それだけ、読まなあかんからな、ちゃんと。今更間違えられても困るんですけどね。確かにね。もうね、20年来の友人なんですよ。付き合いは長いんですよね。もう、なっちゃん、もうすごい。めっちゃ長いんです。うん、それでもなかなか覚えてくれないんですね。いや覚えてますよ。本当に人はね、うん、そう、へえ、だけどやっぱそのアクションをやるのにそのきっかけって何かあったんですか？まあ、僕の場合は今清水が喋ってますけど僕の場合はもうちょうど学生の頃にジャッキー・チェンのブームが来まして、はい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 、香港アクションの、ね、はい、スターのジャッキー・チェンのブームがありまして、もうそれを見て、まあ、ちょっとハマった口、へえ、ジャッキー・チェンの、はいはい、ジャッキー・チェンみたいなアクションやりたいなってなってて、じゃあ日本でどうやればいいんだろうなと、いろいろ探してたら見つけたのがクラタアクションクラブっていう、へえ、ああそうかそうか、だけど僕らの時代もだから、まあ、多分世代は同じぐらいだと思うんですけども、うん、ブルース・リーとかで、ヌンチャクをやって、やっぱりやってました、ね、多分カーン当たりながらね、真似したいですよね、しましたしました、ね、渡さんも喋っていいんですよ。はい。では僕の場合言っちゃっていいんですか？じゃあいいですよ。僕の場合はやっぱり俺のターンでしたけど、まあ渡さんのターン、お前が振っちゃったから喋んなきゃいけないのかなと思ったら入って、流れとしては今の流れとしては、はい、僕はやっぱし初代の仮面ライダーとかね、うん、あの辺を見て、まあ、藤岡さんとかあの辺に憧れつつ、はい、でその後、そうですね、でその後でキーハンターが始まって、千葉真一さんですよね、はい、今の真剣佑のおやつさんですよ、そうですね、はい、真剣佑ゴードンのおやつさんに、そうです、で、まあ、憧れて、まあ、それで千葉さん の、 そのジャパンアクションクラブの方に、はい、ちょっと僕は行ったわけですけどね、へえ、だからそこにそのなんですかね、憧れはするんですけども、そこに入ろうとするっていうのはなんかやっぱりあったんですか？その、やはりね、僕らもその憧れはあったんですよ、うん、ブルース・リーに憧れたりとかジャッキー・チェンに憧れるんですけども、そこに、ね、一歩こう入っていくという、うん、っていうのは、ね、やっぱりこう自分が演じたいということですもん、なんかそうやる、そうですよね、アクションしたいみたいな、やりたいとか、仮面ライダーとあって、本郷猛、仮面ライダー1号、藤岡弘ってタイトルあるんですよ。変身のやつ、かっこいい。3枚の看板が出るみたいなね。はあはあ、あれ、なんかなってみたいっていう、自分の名前がそこにポンって出て、そう、そう、仮面ライダー、なんとかなんとか、で、渡辺弘は渡辺弘なので、本、は、名、いはい、は渡辺っていうんですけど、まあ、そういうあれになりたいかなみたいな感じで。それ夢見ながらやっててって感じですよね。でそれでやっぱりね、その子供番組でやはり塩見悦子さんが機械だっていうの出てまして、 あの時がまたやったら可愛くて、塩見さんが憧れ、塩見さんにもちょっと会いたいなとかね、思ったりもしつつ、あ、そうか、会えたんですか？会いましたよ。同じアクションクラブだね。一緒やってますよ、ね、千葉さんにも会ってると思うけど、一瞬で会いましたね、真田さんにも会ってると思うけど、全部、まあ、正面さん、一瞬で会いましたね、一瞬に会いましたね、じゃあ JAC でね、そうです、そうです、全部まとまって、そう、ジャック会えたんです、ジャックでね、そうそうそう、そうなんですよ。ヨハンはなんで役者になりたくなったんだろうね。何察知してんの？多分その大きな体を生かして、うん、ね、ジャッキーちゃんですか？ No No、What will you be want to actor? What I want to do? Yeah, well, why? Oh, why I want to? Oh, why? NASA 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 Oh, okay, okay. You became to actor Because I was a small child, I did a stage play
as a small stage play, あの theater. As a small child, I did. 小さい頃に舞台。But then I want to do more for movie. So I did audition with YouTube and independent movie in Canada. And then I also have been in America, in New York, making movie too. But my big dream has always been East Asia, because I love East Asia movie. Like, my big favorite is the Japanese movie, because I like the Hayades, the actors. They're very good. And I also like the fantasy in script fantasy. Like, for example, the anime with Gundam, or samurai movie, or my friend's movie, Azumi. It's a very good movie that is very... It's very personal movie, but also fun and action at the same time. So, and that's why I always wanted to come to like Japan or other East Asian country. So when I did Resistance, that was my big happiness, because that was a movie I always wanted to do. So, and Resistance is not a war movie, by the way. It's a ninja movie actually. With fun adventure, and I was very proud to do that, and I wanted to continue doing more movies like that, you know, in the future, I hope. わかりました。いや、わかったんですけど、なんかタイトルとかいっぱい出てきて、その安住ね、あの三島さんが出てる安住のこともね、すごく好きな映画だ。本当好きなんだよね、この人。日本映画が好きなんです、ね、アジアムービーが好きだから、でも嬉しいですよね、自分が好きな映画に出てる俳優さんとこう日本で、ね、うん、知り合って、ね、知り合って、うん、まあ、一緒にね、毎回、そうだから最初にヨハンに俺ナンパされたんですよ、インターネットでね、その出会いですか、香港 の, あの Facebook みたいなアライブノットデッドって知らないですけど、まあ、それあのウェブサイトがあって、あの、はい、コミュニティサイトが、そうそうそう、そこにアライブの時でね、そうそうそうです、You? Yeah, I know. You and me first met. はいはい、そうです、はい、And then I went to Japan, and then you and I met, and then thanks to you, I know Hiroshi, and other great people. Thanks to you, I have met many nice people here in Japan. So I'm very grateful for that. 素敵。まあその前の話をしようとしたんだけどね。まあでもね、その前の話しときや。そのウェブサイトで出会って、まあ、で、あのそこには要するにまあアジアの、まあ世界、インターネットだから世界中のまあ、あのアーティストの人がこう登録すれば自分のページを持てるんですよ。でミュージシャンもいるし、はいはい、アクターもいるし、ディレクターもいるし、ね、ペインターもいるし、でその中でそこに今度はそのファンの人たちがまたそこに登録すれば交流が持てるって持てるし、そのアーティストのページをこう閲覧できるわけですよ、ね、そういうのが、まあ、なるほどなるほど、結構 Facebook とかより前にその香港にあって、たまたまその僕もその時期香港によく行ってて、はい、でたまたまそのウェブサイトをやってるあのラフィーっていう人と知り合いになって、うん、あじゃあ清水お前も作ればいいじゃんっつってページ作ってもらった、はいはい、そしたらそこにヨハンのページもあったんですよ、でヨハンがそれいろいろこう検索してて、はい、日本人の役者いる、おーおー、まあ、当時そんなに日本人も、あ、登録してなかったんですか、してなかった、はいはいはい、俺も全然知らなかったし、そういうのサイト、うん、そしたらそのアライブのデッドを通じてこうあのメールのやり取りみたいな、素敵、 それがね、こんな親友のように日本に来るとか言って出して、マジでほんで5、6年前から毎年日本に来るようになって、でだんだん友達がどんどん増えていって、ね、今はね、そう5、60人そうですよね、5年ぐらいで友達が増えたっていう話をちょっとさっき
殺しがしたんです。そうですね、素敵なことですよ ね, ねえ、昔で言うあの文通みたいな感じ、ねえ、そこのハルトがなんかそんな感じの、はい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 、雑誌の裏側にあるよ、あります、あります、文通してくれませんかっていうのはそういう、まあ、インターネットであるみたいな、うん、そうそうそう、でもヨハンもすごいいい人にアクセスしたと思います、ね、面倒見いいから、うん、清水さんが面倒見いい、 He is very kind。Yes, yes. そうです。もっとブラザーって言ってくれて、そうです。ベストお兄ちゃん。ベストお兄ちゃん。ベストお兄ちゃん。だけどやっぱりそうやって、なんでしょう、やっぱアクションじゃないですか、それも。うん、これ一歩出すっていう。結局それをしなければ今のその付き合いとかにもないし。そうですね。で、我々でもなんかちょっとそういうところって、なんか控えたりとか、なんか嫌だなとか、行きたいんだけど行けないみたいなところってあるじゃないですか、うん、でその一歩がすごく大きいのかなと思いますけどね、うん、そうですね、ヨハンはすごいと思いますよ、うん、確かに日本に来てしまうみたいな、そう、でそれでやっぱりね住もうとしてるからね、もうすごい本当すごい、その何でも行動力っていうのか、うん、ね、なんかね、やっぱパワーというかね、なんかそういうのってやっぱいいですね、かっこいいですね、我々にちょっとなんか欠けてるような、なんかちょっと寂しいですけどね、いや、なんかちょっとまだまだやっぱそうやってこう交流持ちたいなって思っててもなかなか持てない部分もあったりとかするじゃないですか、確かにね、とかなって感じね、ちょっと一歩引いちゃうところがありますよね、そう、だけどなんか今日で一歩引くのもなんかもったいないかもわからないです ね、自分でなんかどん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 こう狭めていってるっていうのがあるのかなとか思って、うん、まあ、その一歩を踏み出せば未来が変わる、変わるじゃないですか、ね、で別にいいとか悪いとかじゃなくて、うん、なんかそこで出会うっていうのがなんかすごく大きくなったりとか、そうですよ、いろんなものにやっぱ発展する可能性ってあります ね、どうね、どう広がっていくかね、ちょっと不思議な縁があるから、うん、なんかそういうのをやってみるのが面白いかもしれない、ね、ですね、いや、なんか楽しみかも、うん、なんか自分でやっぱ狭めるのはもったいない、もったいないですよ、まあ、チャレンジね、チャレンジ、怖がらずに、はい、否定していて、うん、思いますけど、そうですね、ということでね、はい、今週はチャレンジということで、そうです、ね、最後に、まあ、最後にチャレンジ、そのキーワード出てきたんですね、チャレンジですよということでね、今週はこの辺で、うん、また来週お越しいただければと思いますので、そうですね、はい、はい、ということでここまでの相手はドリームニクとドリームみかんでした、それではまた、はい、おやすみなさい、おやすみなさい。